私の地元、大阪。大阪でも、北と南で人柄が大きく違うという話をよく聞く。北は上品、南は荒々しい。まあ、そんなステレオタイプが全て当たっているわけじゃないけど、実際、そう感じることもある。いかにも、お嬢さんお坊ちゃん、 っぽい感じの人たちが住む北に対して、南の方は、もう少し地に足がついてるというか、何というか。もちろん、言葉遣いも全然違う。大阪市内を横断すると、まるで別の国に来たかのような気分になることもある。さて、そんな私はどちらの出身かというと、南だ。 大阪の南、もっと具体的に言えば先州地方で育った。子供の頃は、その荒っぽい雰囲気が当たり前だと思っていたし、むしろ誇らしく感じていたくらいだ。だけど、今となっては東京に住んで久しいし、あの頃の私とはすっかり変わってしまった。地元に帰るたびに、お前、 エセ関西人やなとからかわれることが増えた。エセというのは関西弁の言葉だが、なんとも奥深い響きがある。本物じゃない偽物そんな意味合いが含まれているけど、完全に馬鹿にしているわけでもなく、どこか哀愁を感じさせる言葉だ。あの響きの中に、 失われた時間や変わってしまった自分がいる気がする。それにしても、東京に移ってからというもの、あの南のそやな方言をすっかり使わなくなった。いや、使えなくなったと言った方が正しいかもしれない。長い間、標準語の世界に浸っていると、あの豪快な、ヤンケとか、 アホちゃうか、みたいな言葉が、なんだか自分の口から出すには重すぎる感じがしてしまうんだ。東京の洗練された空気に染まってしまったというか、あのザックバランな関西弁を使う自分が恥ずかしいような、そういう感覚がある。まあ、東京の友人にそんなことを言うと、それ、ただのプライドだよ。 と笑われるんだけど。けれども、地元に帰ると、やっぱり昔の友人たちは相変わらずだ。彼らと話していると、どうしても違和感が生まれる。彼らは今でも方言を自由自在に使いこなし、あの独特のリズムで話してくる。それがどうも怖いんだ。正直、 少し威圧感を感じる時さえある。昔はあんなこと思わなかったのに、今では彼らの声の大きさや、あの異性の良さが、ちょっと圧倒的すぎるように思える。彼らは昔のままなのに、変わったのは僕だ。だから、彼らは僕を見て、エセダなんだと言うんだろう。でも、 彼らはまだ僕を懐かしいと感じてくれる。口調や話し方が変わっても僕自身はまだ彼らの中にいるんだなと少し安心する。ところで日本には方言がいくつもある。地域ごとにまるで別の言語のように響くこともあって方言を知らないと 何を言っているのかさっぱりわからないことがある。例えば、青森の人と話すと、正直、何を言ってるか全然わからない。あれはもはや、言語の壁だ。そう考えると、方言ってすごくユニークな文化だと思う。それぞれの土地で、独自のリズムや表現が生まれていて、 それがコミュニティの一部として機能している。東京に住むようになってから、標準語の世界に身を置くことが多くなったけれど、方言の面白さは失ってしまった気がする。さて、ここで少しだけ地元の方言を紹介しておこう。昔の記憶を掘り起こしながら、なんとか書いてみるけど、 今ではすっかり口にしなくなった言葉たちだ。標準語だと、ジャンに相当する。例えば、それ面白いじゃんは、それおもろいやんけとなる。先週の人は、このやんけをよく使うが、威圧感があると言われることもある。個人的には、この語尾の響きが好きだったけど、 今ではもう使えない。口に出すと、どこかぎこちない。これは、ずる賢い、白踊りじしという意味。例えば、あいつ、ずる賢いなーは、あいつ、白らこいなーとなる。特に、何かあざといことをした人に対して使われる言葉だが、東京ではこの言葉が通じない。 なので、使う場面が一切ない。意味は、短期せっかち。例えば、せっかちだから待たせない方がいいよ、は、いらちやから、待たせたらあかんで、となる。これもまた、東京に来てからは使わなくなった。東京の人には、この、いらちという言葉自体、 聞き慣れないらしい。触るという意味だ。例えば、それ、触らないでは、それ、いらわんといてになる。大阪の南の方でしか使われない独特の表現だが、僕が東京でこれを使うと、まるで宇宙語でも話しているかのような顔をされる。地元の方言を思い返すと、 今の自分がいかに変わったかがよくわかる。子供の頃はこんな言葉が当たり前だったのに、今ではもう自分のものではなくなってしまった。それは少し寂しい気もするけれど、同時に新しい自分を発見する喜びもある。地元に帰って、あんた、ほんまえせ関西人やなと言われると、 最初はカチンときた。でも、今ではそれも悪くないかなと思う。エセだろうが何だろうが、僕は僕だ。新しい土地で新しい自分を築いていくのも、悪くないものだ。今日は、ここまで。もしこの話が面白いと思ったら、いいねと。 チャンネル登録を忘れないでくれ。ほな、また。私の地元、大阪。大阪でも、北と南で人柄が大きく違うという話をよく聞く。北は上品、南は荒々しい。まあ、そんなステレオタイプが全て当たっているわけじゃないけど、実際、そう感じることもある。 いかにも、お嬢さんお坊ちゃんっぽい感じの人たちが住む北に対して、南の方は、もう少し地に足がついてるというか、何というか。もちろん、言葉遣いも全然違う。大阪市内を横断すると、まるで別の国に来たかのような気分になることもある。さて、そんな私はどちらの出身かというと、南だ。大阪の南、 もっと具体的に言えば先週地方で育った。子供の頃は、その荒っぽい雰囲気が当たり前だと思っていたし、むしろ誇らしく感じていたくらいだ。だけど、今となっては東京に住んで久しいし、あの頃の私とはすっかり変わってしまった。地元に帰るたびに、お前、エセ関西人やなとからかわれることが増えた。エセというのは、関西弁の言葉だが、 何とも奥深い響きがある。本物じゃない偽物そんな意味合いが含まれているけど、完全に馬鹿にしているわけでもなく、どこか哀愁を感じさせる言葉だ。あの響きの中に失われた時間や変わってしまった自分がいる気がする。それにしても、東京に移ってからというもの、あの南のそやな方言をすっかり使わなくなった。いや、使えなくなったと言った方が正しいかもしれない。 長い間、標準語の世界に浸っていると、あの豪快な、ヤンケとか、アホちゃうか、みたいな言葉が、なんだか自分の口から出すには重すぎる感じがしてしまうんだ。東京の洗練された空気に染まってしまったというか、あのザックバランな関西弁を使う自分が恥ずかしいような、そういう感覚がある。まあ、東京の友人にそんなことを言うと、 それ、ただのプライドだよ、と笑われるんだけど。けれども、地元に帰ると、やっぱり昔の友人たちは相変わらずだ。彼らと話していると、どうしても違和感が生まれる。彼らは今でも方言を自由自在に使いこなし、あの独特のリズムで話してくる。それがどうも怖いんだ。正直、少し威圧感を感じる時さえある。 昔はあんなこと思わなかったのに、今では彼らの声の大きさや、あの異勢の良さが、ちょっと圧倒的すぎるように思える。彼らは昔のままなのに、変わったのは僕だ。だから、彼らは僕を見て、エセだなんだと言うんだろう。でも、彼らはまだ僕を、懐かしいと感じてくれる。口調や話し方が変わっても、僕自身はまだ彼らの中にいるんだなと。 少し安心する。ところで、日本には方言がいくつもある。地域ごとにまるで別の言語のように響くこともあって、方言を知らないと、何を言っているのかさっぱりわからないことがある。例えば、青森の人と話すと、正直、何を言ってるか全然わからない。あれはもはや、言語の壁だ。そう考えると、方言ってすごくユニークな文化だと思う。 それぞれの土地で独自のリズムや表現が生まれていて、それがコミュニティの一部として機能している。東京に住むようになってから、標準語の世界に身を置くことが多くなったけれど、方言の面白さは失ってしまった気がする。さて、ここで少しだけ地元の方言を紹介しておこう。昔の記憶を掘り起こしながら、何とか書いてみるけど、今ではすっかり口にしなくなった言葉たちだ。 標準語だと、ジャンに相当する。例えば、それ面白いジャンは、それおもろいやんけとなる。先週の人は、この、やんけをよく使うが、威圧感があると言われることもある。個人的には、この語尾の響きが好きだったけど、今ではもう使えない。口に出すと、どこかぎこちない。これは、ずるかしこい白踊りじしという意味。例えば、 あいつ、ずる、賢いなあは、あいつ、白らこいなあとなる。特に、何かあざといことをした人に対して使われる言葉だが、東京ではこの言葉が通じない。なので、使う場面が一切ない。意味は、短期せっかち。例えば、せっかちだから、待たせない方がいいよ、は、いらちやから、待たせたらあかんで、となる。これもまた、東京に来てからは使わなくなった。 東京の人には、この、いらちという言葉自体、聞き慣れないらしい。触るという意味だ。例えば、それ、触らないで、は、それ、いらわんといて、になる。大阪の南の方でしか使われない独特の表現だが、僕が東京でこれを使うと、まるで宇宙語でも話しているかのような顔をされる。地元の方言を思い返すと、今の自分がいかに変わったかがよくわかる。 子供の頃は、こんな言葉が当たり前だったのに、今ではもう自分のものではなくなってしまった。それは、少し寂しい気もするけれど、同時に新しい自分を発見する喜びもある。地元に帰って、あんた、ほんまエセ関西人やな、と言われると、最初はカチンと来た。でも、今ではそれも悪くないかなと思う。エセだろうが何だろうが、僕は僕だ。 新しい土地で新しい自分を築いていくのも悪くないものだ。今日はここまで。もしこの話が面白いと思ったら、いいねとチャンネル登録を忘れないでくれ。ほな、また。私の地元、大阪。大阪でも、北と南で人柄が大きく違うという話をよく聞く。 北は上品、南は荒々しい。まあ、そんなステレオタイプが全て当たっているわけじゃないけど、実際、そう感じることもある。いかにも、お嬢さんお坊ちゃんっぽい感じの人たちが住む北に対して、南の方は、もう少し地に足がついてるというか、なんというか。もちろん、 言葉遣いも全然違う。大阪市内を横断すると、まるで別の国に来たかのような気分になることもある。さて、そんな私はどちらの出身かというと、南だ。大阪の南、もっと具体的に言えば先州地方で育った。子供の頃は、 その荒っぽい雰囲気が当たり前だと思っていたし、むしろ誇らしく感じていたくらいだ。だけど、今となっては東京に住んで久しいし、あの頃の私とはすっかり変わってしまった。地元に帰るたびに、お前、エセ関西人やなとからかわれることが増えた。えせというのは、関西弁の言葉だが、 何とも奥深い響きがある。本物じゃない偽物そんな意味合いが含まれているけど、完全に馬鹿にしているわけでもなく、どこか哀愁を感じさせる言葉だ。あの響きの中に失われた時間や変わってしまった自分がいる気がする。それにしても、東京に移ってからというもの、 あの南のそやな方言をすっかり使わなくなった。いや、使えなくなったと言った方が正しいかもしれない。長い間、標準語の世界に浸っていると、あの豪快な、ヤンケとか、アホちゃうか、みたいな言葉が、なんだか自分の口から出すには重すぎる感じがしてしまうんだ。 東京の洗練された空気に染まってしまったというか、あのザックバランな関西弁を使う自分が恥ずかしいような、そういう感覚がある。まあ、東京の友人にそんなことを言うと、それ、ただのプライドだよ、と笑われるんだけど。けれども、地元に帰ると、やっぱり昔の友人たちは相変わらずだ。 彼らと話していると、どうしても違和感が生まれる。彼らは今でも方言を自由自在に使いこなし、あの独特のリズムで話してくる。それがどうも怖いんだ。正直、少し威圧感を感じる時さえある。昔はあんなこと思わなかったのに、今では彼らの声の大きさや、 あの異性の良さがちょっと圧倒的すぎるように思える。彼らは昔のままなのに変わったのは僕だ。だから彼らは僕を見てエセだなんだと言うんだろう。でも彼らはまだ僕を懐かしいと感じてくれる。口調や話し方が変わっても、 僕自身はまだ彼らの中にいるんだなと少し安心する。ところで日本には方言がいくつもある。地域ごとにまるで別の言語のように響くこともあって、方言を知らないと何を言っているのかさっぱりわからないことがある。例えば青森の人と話すと正直、 何を言ってるか全然わからない。あれはもはや言語の壁だ。そう考えると方言ってすごくユニークな文化だと思う。それぞれの土地で独自のリズムや表現が生まれていて、それがコミュニティの一部として機能している。東京に住むようになってから、 標準語の世界に身を置くことが多くなったけれど、方言の面白さは失ってしまった気がする。さて、ここで少しだけ地元の方言を紹介しておこう。昔の記憶を掘り起こしながら、なんとか書いてみるけど、今ではすっかり口にしなくなった言葉たちだ。標準語だと、ジャンに相当する。 例えば、それ面白いじゃんは、それおもろいやんけとなる。先週の人は、このやんけをよく使うが、威圧感があると言われることもある。個人的には、この語尾の響きが好きだったけど、今ではもう使えない。口に出すと、どこかぎこちない。これは、 ずる賢い、白踊りじしという意味。例えば、あいつ、ずる賢いなぁは、あいつ、白らこいなぁとなる。特に、何かあざといことをした人に対して使われる言葉だが、東京ではこの言葉が通じない。なので、使う場面が一切ない。意味は、短期せっかち。 例えば、せっかちだから待たせない方がいいよは、いらちやから待たせたらあかんでとなる。これもまた、東京に来てからは使わなくなった。東京の人には、この、いらちという言葉自体、聞き慣れないらしい。触るという意味だ。例えば、それ、触らないでは、 それ、いらわんといて、になる。大阪の南の方でしか使われない独特の表現だが、僕が東京でこれを使うと、まるで宇宙語でも話しているかのような顔をされる。地元の方言を思い返すと、今の自分がいかに変わったかがよくわかる。子供の頃は、こんな言葉が当たり前だったのに、 今ではもう自分のものではなくなってしまった。それは少し寂しい気もするけれど、同時に新しい自分を発見する喜びもある。地元に帰って、あんた、ほんまえせ関西人やなと言われると、最初はカチンときた。でも、今ではそれも悪くないかなと思う。 エセだろうが何だろうが僕は僕だ。新しい土地で新しい自分を築いていくのも悪くないものだ。今日はここまで。もしこの話が面白いと思ったらいいねとチャンネル登録を忘れないでくれ。ほな、また。